づきたくないんだ。もう加工したいやめちゃくちゃ宇宙人。あ、ふんじり昨日ヨタンドローさん、金のタコありがとうございます。初めて腕を組んでしました。ドリトンさん、金のタコありがとうございます。ユニット制覇だったよ。イエーイ。ラン、ラランラン、ラン、ラランラン、ラランラン、ラランラン。昨日全部できた。何が目撃者。あ、できた。本番の方がちゃんと、なんかリハめちゃくちゃ間違えたけど、なんか本番意外とリハでみんな間違えてた。久しぶり、2ヶ月ぶりだから。よかった、だから怒られなかったのか。多分みんないじるもん間違えたもん、3回くらい結構間違えたからやばいなみたいな。めっちゃ確認したのになって思ったらさ、2時間半前に入ってて確認したのにさ。えらい。また来てね。うん、でもね、なかなかね、警報もやけど出れなくなっちゃうからね。確かに。いや、ここ点出たいんだけど、もう一回くらい。で、まあでも舞台期間ならワンチャン出れるんじゃない？舞台期間にあるかわかんないけど、どのくらい。ソリナはいないのよ。大丈夫、ゆりがいるから。そういえば君が言ってた、中庭の花が好きだって、その中取れ当たって、追い込んでしまったいつか。あれ、そこやったっけ、通り。違う違うよね。今日柏浜で花火大会。あ、天神で浴衣着てる人見たよ、今日一人。え、天神で花火大会。うん、違う違う、柏浜。どこ。東区。どこやね。ちょっと遠目、博多の方か。いや、違います。え、見えないか。全然見えない危ない。全然見えない。あの、危ない、ちょっといろいろ危ない。うん、やめて。もし見えるとこで見えるって言って、おしまいでどの辺か分かっちゃうのよ。なんで、ひせで話しかけちゃダメだ。ぐっちーさん、くま天使ありがとうございます。え、なんか今言おうとしてたこと忘れた。だからあれか、浴衣着て、なんか祭りあるのかなと思ったけど、カシだから、マジで、あのネットね、箱崎とかあるじゃん、うん、あっちのもうちょっともっと奥。ダザイフ。え、ダザイフ、福岡の地形あんま分かんない。北条や、うん、北条やあるとこよりもっと奥、うん、だから地図で言うと北急に行く方、北急の方に行く、地図で言うとね、上の方ね。アイランドシーの近く。あ、だからあれよ、握手のさ、あー、行きにくいっていうところか。そう、劇場のところから見えないか。劇場って屋上あるの知ってた？え、あるの？あれないっけ。いいぞ。あ、知らない。滑りたいか。いや、そっから見えそうじゃない。見え、まあ、確かにね、ちょっとぐらいなら見えそう。ね、コナンの、そう、コナンのたまごっち出るよね。見た。しかも育成キャラにちゃんとカズハちゃん入ってた。でもいらねえ。で、結構欲しいと思う。マジ？それならリナ普通にたまごっちのなんかたまごっちウォッチみたいな欲しい。カズハ攻略したい。え？あ、育てるさ、あれあるじゃん、うん。これくらいお世話したらこれになるみたいな。うん、でもじゃあカズハちゃんのうんちとか片付けてあげる。いやだー。それないよ、その機能。ないかな。いや、あったら結構びっくりしちゃう。でもたまごっちあるじゃん。たまごっちはあるけど、あれ人間じゃないからいいんだよ。でもマジあるんじゃん。前髪切ったよ。マジ、なんか言おうとしてたこと忘れた。めちゃめちゃあったのに。あ、歌唱力出ることにしました。頑張れ、お願いします。でも、もうじり迷ってたから今年、うん、今年はもう、あの、ゆるい感じではやっちゃダメだけど、ちょっと楽しむ感じでやることにした。いいんじゃない。なんか楽しむ方がさ、あれじゃない、もう頑張らなきゃみたいなのはやめました。やめましたっていうか、気持ち的にも、ね、そういうもんでしょ。いや、ひじり去年まで頑張れみたいな。やめました。でも去年は団体戦あったから。そうね、そっちでね、決勝行けたのよ。すごいよね、普通に決勝行くって。あれはいい思い出。でもそもそも立候補少なかった。そう、あれいい思い出だったんですよ。あの、5期の高校生組で当時参加することに。まあね、いや、私は迷いましたけど。迷うよね、結構。だってもう5回くらい出てんですよ、意外と 4,5 回は。だからもういい、もう、うん、なんだろうな、迷ったけど、スケジュールとかでなんかちょっと舞台の関係で、なんていうの、靴下、なんかすごい素材、そう、靴下屋の1000円ぐらいするか、これ言っちゃう、
びっくりしたりな、レジ持ってて披露やんねな。そう、あのなんていうの、舞台とかのやつで一個ちょっと稽古関係で自分がやりたかったお仕事ができなくなっちゃったのがちょっとメンタルきちゃって、もしこの今回の歌唱力でまた同じようなことが起きたら私多分あの爆発しちゃうだろうなと思って今回ちょっとやりました。多分歌唱力とか全く関係ない人は被らないとは思うんですけど、ただそういうことが一回あったからちょっとメンタルきちゃってそう、いろんなことを考慮した結果メンタルを優先しました。まあいろいろありますから、人には事情ってもんが、そう、そんな追求してはいけませんよ。そう、追求してはいけませんよ。まあでも歌うことは好きだし、あのね、積極的に、そう、順位にね、うん、名前が、でもユリが出るの意外だったね、初めてじゃない、うん、頑張っていただきたいね、新たな歌姫目指して歌姫目指してメイツケティやっぱ先輩方多いからな、上手い人ね、そうなんだよ、秋吉さん、レタンさん、秋さんとかさ、でもさ普通にここ3人が結構バッて歌うまですって言われてるだけだって、普通にさ上手い先輩いるくない、うん、全めっちゃ上手い、歌えるよねみたいな先輩だから層が厚いんですよ、ありがたいことに先輩方。まあでもうちにはひじりちゃんがいますから、やめて、いやもう歌姫ひじり、やめてます、沖縄の歌姫ちぐってば実は沖縄背負うの君、じゃあ宮古背負う、いや何も君、宮古の歌姫、川平家ならいい、川平家くらいなら背負えるけど、川平家それならリナって栗山家ならいけるわいや頑張ってよ、宮古の歌姫として頑張ってこ、歌姫ひじり歌上手じゃないよ、あんまり上手いよ、音程取れるだけ、みんなひじりのリズム感もないから、え、そうだって、じゃこうやって乗れないの音楽に、あ、16ビート刻めない、刻めない、なんかどこかでもれっと乗る、だから今練習とこなんか歌ってみて、背景この手紙わかんない、ね、あなたはどこで、人の歌声でやっちゃダメだよね、しかも本家の音楽で、ね、しかもあの歌のチョイスもあんま良くなかったもん、テンポ的に16ビート刻む曲ではないよね、ひじには期待してるよって言われてるよコメントで、え、いや、ありがとうてんたこちゃん、金のたこありがとうございます。私ウエストだけね、痩せるんだよね、いや普通に痩せるよいや足が痩せないんですよ、何しても、わかるよ、それはめちゃくちゃわかる、リナ細い足、綺麗足、汚いよ、汚くはないよ、いや足本当に嫌いな、自分の足やばいよ、結構本当に足嫌い、自分の足はね、痩せないです、なちゃんポン酢をかけると酸っぱいよ、ひじちゃん教えました、教えてない、この前コメントでめちゃくちゃおもろかったのがさ、なんだっけな、そう、え、この普通にこの前なんか配信で話してた時に、なんかこれにこれをかけたら美味しいみたいな話だったのかな、そしたらなんかポン酢をかけたら酸っぱいよってきて、一瞬流しそうになったけど、いや当たり前じゃねっつって、ポン酢って酸っぱくないよ、酸っぱいよあれ、え、ポン酢って酸っぱくね、価値観の違いが生まれた、え、酸っぱくないのあれ、え、じゃあ何が酸っぱいの、酢、それはそうだ、え、みんなポン酢酸っぱいっていう認識だった、そう、ポン酢大大大ポン酢、大大大ポン酢、なんかキモ、大大大ポンってなんだよ、まあ、あ、ひじり今日ブルーロックで2回目見てきました、あ、待って、ゴールデンって書いてたのがゴールンデンになっただからなんかコメントでなんかちょこちょこ来てたのか今日2週目、無視しちゃった、普通、あの初日にも行ったのブルーロックで、1週目と2週目得点が変わるのと、うん、あと1週目と2週目と3週目と4週目で、うん、毎週あの最後のアディショナルタイムっていうちょっとミニコント的な映像、はいはいはい、はい、変わるの毎週、ね、今日2週目行ってきた、じゃあ次3週目だね、そうなんだよ、お金がでも変わるんだもん、アディショナルタイムが、そうだよ、キャーッブルーロックアディショナルタイムでしょ、ピピー、ヒジリが一生言ってきた、一生言ってきたよ、だからもうここだけ覚えたもん、ブルーロックリノーと行きました、今日は1週目はお母さんと行った、
じゃあ3週目は誰だろうね。もうアキさんが見たいって言ってたの。そうだね、アキさんも、うん、でもね、サッカー実物を見るのは好きだけどアニメは、ね、逆に実物見たことない。そうよね、うん、見てみたいけど。だから明日みんな行きたいなって思ってるから、ヒジも一緒に行こうよって言ったら撮りに行った。明日公演なんだ。目撃者2回公演か。しかもどっちにしろだね。あ、もう一回早く見に。コナンももう一回食べて。ファティマインってコナンのアイス食べたけど、あ、出た。な、食べなかったんだよ。同じ美味しかった。でも美味しかったってコメントでは来てる。トリニータサポーターの国アディショナルタイム分かります。分かります。あれでしょ、みんな並んで、うん、アディショナルタイム。え、あ、あれ何、みんなが並んで一人だけキックスキックするやつ。みんながこうやってどんどんあのそれ違くない？それ PK とかじゃなくて。え、それ何？PK じゃないの？あ、フリーキックって書かれてる。PK だこれ多分。あ、ひじりが言ってるそれは PK のこと。あ、じゃあ PK は違う違う。PK だって人いないもん前に。あの1対1だもんゴールキーパーと。だからフリーキックだ。みんなで。違う違う。え、今日もあったブルーロックで。あったの。うん。レオが。あ、これアニメでやられてるやつだからもうネタバレとかじゃない。あ、本当。あ、そうなの。アニメでやったやつ。あ、アニメの主人公が潔なんだけど、アニメは、はいはい、映画のなぎが主人公してる。はいはい。え、ファッションいらない、いらない。で、そのなぎの相棒がレオで、私レオが好きだから。そうね、レオがいっぱい出た。しゅんくん、気になるとこありがとうございます。いうこと。フリーキック、フリーキック怖い。じゃあアディショナルタイムはどんなやつ。アディショナルタイムはあれよ、だから例えばさ、まあ、前ロスタイムとか言われてたんだけど、あ、15分のあのあれか。いや、違います。あの作戦タイムでしょ。違います。あのさ、45分間試合するじゃん前半で、うん、でその中でさ、例えばさ、誰かが足さとか言ってたりとかさボールがどっか行っちゃってさ、ちょっとさ時間が空くとかあるじゃん。ああいうのを全部積み重ねて、なんかそのロスの時間をやるのよ。その45分終わってすぐあの審判が何分でーす出してるから、プレスプラスプラスするってこと。あ、そう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 。あ、なるほどね。あの、だから演技とか、あ、なんか金ピカピカピンのクマが来た。あの演技とかの時間をちゃんとその分も。演技って何。なんかさ、あの大して痛くなくてもサッカー選手で伸ばすためにね。いや、そうすんのよ。あるよね。ただの魚さん、金ピカクマありがくま。ミャンミャン。じゃあリナ、ブルーロック見ようよ。これさ、ゴールドのアイテムは何か特別。そう、今あのだから、そのゴールドのゴールデンウィークのキャンペーンでイベントあったりとか。30万ポイントでお肉、50万ポイントで感じ。これは何や、これは一緒か。これでもそうね、ただ今回のそのイベントのポイントになるのは金のやつが対象やね。エピソードなぎ、いとしりん出てくる。だってあの、あ、リナのファンの人じゃない。いとしりん、でもいとしりん、はっ、いとしりん好きなら今2週目行った方がいいよ。お、これ公式からチラッと画像出てるからネタバレじゃないんですけどちゃんとそこ言うの偉いね。特典の漫画がいとしりんです。ほう、っていうのだけ言っときます。1週目だったの、なぎとレオ。あ、2人なの。エピソード原宿でなぎとレオで、今回いとしりんエピソード表参道なんで、じゃあ次予想するリナが。で、作者さんのインタビューとかも載ってる。あ、そうなの。すごい。え、レオの、あ、どうぞ。次は3週目特典なかったっけ。わかんない、あれ、ないと思う。え、ないとかある。いや、漫画が1週目と2週目。漫画すごくない、特典で、うん、60ページくらい。え、それもらえるの。いったら、え、すごくね。もう2冊ゲットした。え、チケット代普通の値段なのに。でも早もん勝ち。あ、早もん勝ちっていうか枚数はね、限られてますけど。あ、15分だった。2週目はいつまでだって。金曜、昨日から2週目スタートだから次の木曜までか。うん、でもね、どこもずっとあるとは限りませんから、なくなるから。おるまちゃんがコナントーク、え、もういつネタバレできなくて何にも話せないパカカーって感じだよね。確かに、まだ見てないのかな。昨日のさ、自己紹介 MC で最近知ったことだったじゃん、うん、あ、コナンのって言いたかったもん。ダメだよ。ダメだ、ダメだ、絶対ダメだよ。怪盗キットの秘密は絶対だ、一番ダメそれ予告で一番気になるとこやもん、そこ。
さあさあ、ゴールデンウィーク皆さんは何をしますか。今日初日か。ゴールデンウィークね、皆さんたちは公演です。公演だね。公演とリハ。あ、リハだ。リハだったね。なんとかのコメント、あ、何が、なんだ、そんななんか変なコメント送ったんか。なんかリナの配信画面近っ。え、見てニキビ大丈夫。リナもここ一緒治んないから。え、見えないよ。見てみ、ちょっとコンシーラーくすねてる。痛いです。今日は楓ちゃんのライブ行って、あ、なんかいるってずっと言ってたもんね。ラララン、ラララン、ラン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 、夕暮れの長い部屋。腕を組んで、腕を組んでリナもしたいな。でもメンツ大事。笑わせてくるやつが、いや笑わせてくるとかじゃない、目合っただけで笑っちゃう。なんで、え、面白くない向きのリナだ。あのリハのさ、カウントがやったの、うん、その時も3人とも笑ってカウントできなかった。最悪。アカペラでなんかやるんですよ、振りかけ。いや、リナいける、リナいける。いや、もう感想になってみんななんかヒヒみたいな。そんな、そんななんか振り一緒にするやつ。そもそもいぶきが、うん、いぶきね、ひじりとりのっていぶきに弱いじゃん、うん、すぐ笑うじゃん、うん、それがもだ、だ、ほんとメンツだね。いぶき何もしてないんだから、いぶきが悪いんだよ。いやでもいぶき何もしてないのに二人で笑っちゃうのよ。いぶきが悪いわ。で、いぶきぶ、え、遠慮路線したい。ああね、いいね。選ばせん、選んで、ひじりなお。え、ひじ去年やったもん。ちょっとじゃあ今年はあれか、愛しさのアクセルを。まあ決めたね、まだ先だし。そうか、あ、そっかそっか、まだ2ヶ月後、6月やもんね。なあ、炎上路線したいんだよりな。でも誰もマジでする相手がいないからさ、 H じゃない、まあ、2人だしね、3人とかだったらさ、そうそう、簡単にできそうやけどさ、うん、2人ってなるとね、K4 で2人ユニットないしな。なんかシンメみたいな子がいたらね。うん、私いないし、私でも言うてんね、今シンメみたいな人結構さ、イオリとさ、あれじゃない、5期生でやるときはイオリとシンメじゃん。リナがだから裏線に1人でいるから、リナで大体さ、イブクル、アイリの、あー確かに、そう、ひじり、イオリ、リナ1人みたいな。あー確かに、そう、ミクリさんの時もそうやったやん、うん、1人だけセンターの真後ろでさ、うん、そう、だからでもなんかさ、シンメが多いのとさ、うん、新名感って近いよね。確かにね、胃袋は新名感、うん、じゃあまあ当たり前だ、まあ表題まで行っちゃったからね、うん、新名感。でもロッキーも結構新名感あるくない。ああ、あるかも。ヒーローとサイヤとか、うん、わかるかも。あと思いつかない、誰かいるから、あいぐっちゃんとこれ、ね、石組、あれ、あ、それバケツか。新名っていうか、ペア感、ペア感か、で、あれね、ミナリナとかね。そうそう、ペア感ある人一回も今までいもいない。なんていうか、仲いいとかじゃなくて、うんうん、ペア感いないんだよ。そうね、5期生ってあんまなかった。仲いいっていうか、そのそういう仲いい新芽っていうのはあんまいないかも。5期生ってあんまなかった。5期生だからどんどんボカボカ抜けてったから。だからさ、リノ、リノワカナとかもさ、え、ワカナとリミカじゃなかった。それめっちゃ初期じゃない。でそれ言うとだってさ、あれじゃない、リミカとリノだったじゃん、一番最初。でリノとワカナ、リノとワカナだから、ワカナが卒業する前までリノとワカナだったじゃん。そうかな、一回も撮ったかも。うーん、だからエレミ、サンキセさんもくない。あ、あるある。エレミルン、エミ、サエミリー、サエミリーとか。そうね、ナコミ、うん、ハズキさんとユナさん、うん、え、四夫婦か。そう、ね、4期、4期生さん。でも今だったらあれだよね、ねねさんとアキさん、ねね、アキネネ、わかんない。ねねあきはきねねなのかな。え、3期生さんってでも3人組じゃない、結構。テネッパとか。あ、3期生じゃない。あ、4期生さん。確かにね。5期生ないんだよね。誰じゃない、ソノさんと日向さん、新名みたいな感じだった。あ、シュウだったし。そうね、5期はね。ないよね。確かに。最近だからリナがちょこちょこリノと新名やってるぐらいかな。レオさん。え、27日誕生日だって、今日、明日、今日だ。今日 27? あ、おめでとうございます。ハッピーバースデー、ハッピーバースデーとユー。石橋だって、エイブキと一緒やん。ハッピーバースデー、石橋さん、おめでとう。キュウリジュース、あ、そうね、小田さんとひろなさんもキュウリジュースあったね。
考える。ハッピー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 、すいません、お行儀が悪かった。すじちゃんがガムを出している。忘れてた、ブエって出してます今。ブエやだ。すじガム朝ごはんなの。いつも学校行くとき電車の中でガム噛んでこれ朝ごはんの。じゃあ明日朝ごはん食えんやん。どういうこと。あ、そういうことじゃないよ。朝ごはんの代わりにもなるよっていうこと。何よ。なるのよ。明日は鶏の日なんだって。あ、28だから。当てつけがすごいな。ファングフェスから1年だって。ってこと。あのドラさん。ああ。待って、確かに。え、そうだ。めっちゃやめたとかじゃなかった。なんで覚えてんの。え、なんかめっちゃ5月前半とか。規制やめたんだから結構。あ、ピナ。ピナ。わかんないなかったっけ。いや、あとみや。わかんないなかった。いや、みやびでじゃない。え、いた？みやび。いなくない？いや、出てないけど在籍はしてた。あ、はいはい。あとマルさん。そうね。あ、3人だった。みゆんちゃんいなかったっけ、もうその時は。なかった。でも誰がいたか全然覚えてない。ハッピー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 。あ、5月4日だ。最近 TikTok なんかあれ流行ってるよね。猫がカチカチに凍ったハンガーの上を猫が歩いていますみたいな。カチカチに凍ったフリーズの後ろでね、カチカチに凍ったハンガーの上を猫が歩いています。ちょっとなんかこの後外で一緒になんか撮ろう。外かよ。エリナ一個ちょっとやりたいのがカチカチに凍ったハンガー。ちょっと韓国語バージョンね。ヤンヤンコンゲンガゴンゲンゴンゲンジンドンカゲンゴガンみたいな。わかるわかる。でもさ、それなんてさ日本語バージョンあるくない。みんなこれ撮りたい。平日誕生日同じ6歳違い。え、意外と年齢近いね。6歳違いってえりなと一緒くらい。それは違う。6月27日7日7日これ流していいの。いや、なんか父親だね。これめっちゃ聞こえてるけど父親だね。懐かしいね。知ってるこの曲。知ってるよ、ドラえもん。あ、そうそうそう、ないけど最近これがね流行ってんのよ。だだだいだいだいだだだだ大好き。いや、なんかねそんなのじゃないのよ。これ流行ってんの。そうよ。え、しかもちょっとこの人じゃちょっと JK だからちょっとあの踊りがあれなだけで、本家のちゃんと。誕生暗闇どき君にどき何うんたがうんなんかあのやつ、はい、これもう覚えた。本当さすが。これがただ撮りたいだけ。誕生そう皆さんこれさ日本なんて言ってるか分からなくてずっと誕生日本炭治郎見たことない。炭治郎見たことないの。ないよ。だって今ドラムの映画とか見ないもん。これダメです。え、でマジで分かんなくて最初ずっと音源聞いたから日本炭治郎どっから炭治郎を持ってきた。別にそのあの炭治郎だとは思ってないとはいえ、いやそれ以外炭治郎ってないです。え、そうなんだけど、だからそいつが浮かびながらもでも炭治郎ってどっから出てきたんだろうと思ってずっと日本炭治郎だ。炭治郎めっちゃ面白いやん。そうなんだろうってマジで思ってた。そしたらコメント欄見て最初の日本なんて言ってんですかみたいなコメントがあった。まさにこれだと思って見たら誕生ですって書かれてた。これ誕生なんない。炭治郎じゃないそう。それくらいの時期にドラえもんってねめっちゃ中毒性ある歌多い、うん、あのパッパヤッパピリパラリパパッパヤッパ初めて聞いた。あのゾウのなんかパッパヤッパピリパラリ。わかんないわかんない。本当にドラえもんあるのよ。え、だけどドラえもんの映画ね昔から全部見たことある。え、マジ。僕なんかちょっと自慢。リナ、あのあれだけね、恐竜のやつ。あ、え、最近じゃん。え、あれ最近なの。あの恐竜3匹をさ最終的にバイバイってさ、あの宇宙警察みたいなの預けるやつ。え、なんかさおばあちゃん家にさこの四角いさビデオテープっていうの。へんへん、カセットテープ。ドラえもんが全部あったの。え、すげえ。カセットテープって今となったらどうなったんだろう。ギリギリ通ってる。え、リナ見たことあるよ。デジモン。ディズニー映画めっちゃあったもん、おばあちゃん家に。あるよな、おばあちゃん家に。必要以上ね。リトルマーメイドとかめっちゃ見てた。いや、あれ見てた。呼んでいるもののけ姫じゃなくて、なんだっけ、タラッカーの死の、あれか、千と千尋、あ、千と千尋か、とか50回くらい飛んでいる胸の明日来ますだって。ありがとう、やったね。2回公演です。日本炭治郎待って、ライフリ確認しよう。君にどき、せーの、せー日本誕生戦、
暗闇どき君にどき、うん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 だかうんだか、オッケー、完璧、あ、完璧だ、はい、こんなのでフラッシュ炊いて撮ろうぜ、大好き、あ、じゃ花火と一緒に、花火持って危なくない、花火上がるんでしょ今日、もう終わって、そこまで行くのこの時間から、え、花火のバーンです、にんぽんバーン、いやいやタイミングよ、めちゃくちゃいいやんタイミング、それ合成とかできんかな、グリーンバックで撮ろうじゃん、これ頑張ってそこにグリーンバック作ろうにな、え、リナなら作れる、いける、リナならいけるの、塗って、やだよ金かかるな、いろんな意味で絶対やだよ、え、これとかいけそうじゃない、あ、ごめん、お茶飲みたいって聞いた、あ、オッケーオッケー、いやでもちっちゃくない、グリーンバックじゃないよそれ、ただの茶だよ、ひじみん、え、チュピチュピチャパ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 、ね、コミームって何個あるの、いっぱいある、そう、この3つしか知らない、チュピチュピチャパチャパと、あれはなんかあのハッピーハッピーとタンタラ、あーみゃ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 ー、知らない、え、知らない、みんな知ってる多分、あとなんか怖い取りつかれた、ほんとほんと、リナが取りつかれた、猫耳めちゃくちゃ綺麗、うるせえのよ、一生あの変な音鳴ってるじゃん、猫耳あんま得意じゃないんだよ、なんてよ、猫耳パンパパン、大丈夫だそんな流して、怖い、これにも知らないお前、なんかあれは有名じゃないのばっかり、今リナがやってる、これは知ってるよ、これ有名だよね、知らない、これユキがよく真似するよこれ知らない、うん、これさっき、あ、これ聞いたことある、ミャーミャーミャーが出てこない、これじゃない、あ、これ俺なんかやってた、こわ猫パンチ、ありがとう、みゃみゃみゃがない、悲しい、チピチピチャパチャパトゥビトゥビチャパチャパパカピカツノピラトゥントゥントゥントゥって感じだよね、そう、チピチピチャパチャパチャ、みゃみゃみゃがなくてちょっと悲しくなっちゃったりな、あーみゃーみゃー、コンサート頑張ります、本当にそう、劇場近くの方が22時まで花火ができます、あ、最後の配信かも、22時までもうダメじゃないか、てかアブリルラビー、花火できるとこあんだね福岡に、花火ってそんなダメなのやつ、最近厳しくない、そうなの、昔はなんか公園とか、うちだって庭でやるもん、あーいいね、庭と梨園でできる、そのさ花火おばあちゃん家とかだったらさ、まあ、庭でできるけどさ、なんだろう、梨園来たら打ち上げ花火できるよ、広いから、やったことあるもん、バーベキューしたいね、私梨園行ったことあるか、あるっけ、ひじりあるっけ、え、そう、絶対ある、え、どっち、あの坂めっちゃ登っていくとこ、いや、そんなの覚えてない、え、絶対ある、待って、ひじりあるっけ、なんか今時期じゃないけどみたいな、なんか用事があるっつって寄った、え、予測とかはしてない、あー、じゃあワンチャンあるのかな、じゃあランキング読もう、そうね、チピチピ、時期で来たことあるのミュンちゃんぐらいだもんね、チピチパパカティカスのピナコンチョン、そうなぜだっけ、ランキング読みます、カチカチに凍ったハンガーの上を猫が歩いています、
カチカチに凍るハンガーの上なんか猫が歩いています。そういう風だったか。電源語がいいんかが運転しよう。電源語がいいんかが何だそれ。みんなあれな知ってるよ、寿司ください、ご飯ください、お茶ください、あとその人の新曲みたいな、プリンくださいみたいな、新曲みたいなのもなんか知ってる。雪が溶ける、雪が溶ける、ほうど熱い心、ほうど熱い心、ランキング13位ボーダーさん、12位ウゴウゴさん、11位シミシミさん、なんか擬音多いです。10位ランツーさん、9位ジローさん、8位ナナコちゃん、7位ピンクカメオスやん、ね、6位森翔さん、5位揚げ山陽水さん、4位メフィラスさん、3位山の香さん、2位福岡の福田さん、1位ただの魚さんです。ありがとう、すいません、ちょっと短めにすぐ終わりました。間違えた、ゲリラ配信終わりました。じゃあ、ゆなちゃんも終わるよ。13位ゆうさんありがとうございます。12位三角さんありがとうございます。11位ルイボスティさんありがとうございます。10位長次郎さんありがとうございます。9位フランさんありがとうございます。8位ヤスプッティンさんありがとうございます。7位バッサさんありがとうございます。6位バルタン太郎さんありがとうございます。5位シュン君ありがとうございます。4位テンタコちゃんありがとうございます。3位トリトンさんありがとうございます。2位東京くんありがとうございます。ジグチさんありがとうございます。アイスルうまくなったかも。チピチピチャパチャパドミ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 。横のアイスルだけうまいんだよ。うまいっていうか、うまくはないけど、できない。でもちょっと今できてるか見てよ。どう？できてない。できてない？できてない。嘘。はい、ありがとう。100点だと思ってたね。明日頑張りましょう。頑張ってください。頑張りましょう。みーちゃん頑張るそうです。来る人お願いします。じゃあね、みんな。おやすみ。バイバイ。おやすみなさーん。